8月10日東海道を駆け上る福島正則ら東軍の先鋒隊は清洲城に入った。清洲城と大垣城は晴れた日には遠く望めるほどの距離にある。家康殿は一体何をしておられるんだ。石田三成は目の前におう。伊勢や北陸では次々と西軍に城が攻められておるんでござるぞ。ごもっともなれど、何分この清洲で待てと言わせてござれば。家康殿はすぐにも我らを追いかけると言われたではないか。ただいま江戸へ早馬を打たせましたり、もうしばらくお待ちくださるように。どうして家康殿は江戸から動かれるのじゃ。使者は誠江戸に向かったのでござろうな。確かに。ほんなら家康殿はどうしてここに来られるのじゃ。ナイフはわしらを騙し取るんじゃあるみやの。正則、言葉を慎め。おめえうるせえやで。何をとまげたこと。まあ待て、おい。使者として村越茂助が選ばれた。何をおっしゃっておるので旦那様。話しかけるな。大切な人の口上一字一句間違えた後空に取るのだ。すみません。お役目ご無事に。こんな不器用なお人がなんで大事なお使者に。家康殿が来られたと思うたらまた使者か。福島殿、まあ座れ。なんじゃ、あれが使者か。ただいま江戸より使者がつきました。さあ、茂助。旗本百石、村越茂助、江戸より上様の使者としてただいま参上つかまつりました。申し上げます。どうした茂助。しばらくお待ちを。何様、大事な役であれば一字一句上様の言葉と違うては面目ござらん。ひどい使者よこしたもんだな。ああ、ならば申し上げます。おのおの方はこの家康に出陣せよとしきりの督促でござるが、このありさまを見ては家康は出陣的申さん。出陣的と。なぜなら、おのおの方は大軍を要して敵を間近に眺めながら虚しく退陣、一向に動こうとはなされぬ。何故手をこまねいておられるや。まことにきっかいせんばん。よし、清洲にて待たれよと。その通りへ。ことにまことにきっかいせんばん。おのおの方が家臣であれば家康直ちに指図を下せようが、おのおの方は家臣ではござらぬ。お味方衆でござる。そのお味方が敵を見て何故手をこまねいておられるや。速やかに木曽川を渡りお働き召されよ。さすれば真の味方がはたまた敵かけじめがつき申す。その上にて江戸を発足つかまつるべし。以上でござる。ようもされたの。もっともじゃ、もっともじゃ。ただちに進軍つかまつるで。わしゃよ、徳川殿にお味方申し上げた。その証拠を見せえとおっしゃる。もっともじゃ、よう見とっていただこう。されば軍議じゃ。軍議じゃ。おじゃ、家康はわざと愚直な男を使者に選んだのである。渡れ渡れ渡れ、頼りも一歩でも先にね。何、福島らが木曽川を渡った。誠か。はっ。
東軍約2万川を渡って美濃岐阜城を攻めております。